こんにちは、こんにちは、クラゲでございます。どうもこんにちは、イカでございます。というわけで今回も夢島訪問をしていきたいと思います。どんな島に出会えるんでしょうか。それでは早速行っていきましょう。というわけでね、やってまいりましたけれども、私はワイプの方から失礼させていただきたいと思いますけれども、はい、到着しました。はい、こちらの島の名前はサルタクという島にお邪魔させていただいております。はい、ちょっと左下の虫が非常に邪魔ですね。じゃあ最初地図を見よう。はい、なんか整ってんね、この住人の家の並び。待って、ちょっとミッチェルおるやん。ミッチェル今会いたいねんな。住人レベル高。かっこいい人いっぱいいる。じゃあ最初住人街見に行こう。あ、下か。下やね。うわ、もうめっちゃマリオ。めっちゃマリオ。おー、なるほど。あー、家につき、人家につき人花壇。青いバラが揃えられてると。青いバラの確か花言葉は不可能とかだった。あ知らねえ。確かな。なんか青いバラ作るのができへんみたいな、その技術的にできひんからなんやかんやみたいな見たことがあるけど。じゃあつまりこの島は不可能な島っていうことなんでしょうか。それはちょっとわかりませんけれども。あ、ここにも家があるわけだね。住人かよ。あ、これでも店やな。あれ、お前。ここは店や、店、店。あ、戻ってきた。はい。というわけでありがとうございました。というわけにはいかへんわな。はい。なら戻ってもらって、コインを取ってと、10枚ぐらい取ったんかな。これで 1.1 倍スピードがアップすると。そうね。そこは、お、カフェかな。あ、バーベキュー場。あ、ココナッツのあれあるんや、知らない。いいなぁ、欲しいなぁ。ここは？また飴製造機と。これは、ラジカセかな。ラジカセっていうのかな。あれなんていうんやったっけ。ラジオコンポーネンツ。ラジオコンポーネンツ、それほんまに当たって言ってる名前。いや、わからんのか。ぽくない。いや、ちゃうだろ、絶対。めっちゃ鶴対応してんの。うわ。これ鶴じゃない。え？鶴じゃない。え、鶴やって。登れへんだけや。登れへん。おー、ここはなんか危なそうやな。うわ、危なそう。ここ入られへんやないかい。大砲か。大砲撃てるんじゃん。マジ？A でいいか。触ってみて。うん。撃った。撃った。空砲か、でも。さすがに危ないか。弾入ってなかった。この先には多分自然地があるからな。自然地ではないか。自然の働く場所があるから。うん、なんか、いらんことしたんかな。ここそこから登れると。おお、すご。え、お。ちょっと斧落としてみたくなるような意見。確かに金なの帰ってきそう。うん。これ琥珀や。すご。琥珀なんてどうやって作んねやろ。すごいな。蚊の化石みたいなことを聞いたような、聞かなかったような。ああ、そうやそう、なんか。お、うわ、これ巻いてさえるの下のやつ。うん、なんかすごい。ちょっと俺あんまり得意じゃないかも、この集合体恐怖症にはあんまり。おお、すごい。え、すご、壁よな多分。ああ、これは西洋のなんたらみたいなのがあんねん、これ。で、それを表向きと裏向きで貼り合わせて作ってるって感じかな。おお、それでいい。で、崖を真ん中に置いて、うん、そこだけ高さ出して、うん、おー、やってるやつやわ。家っぽい。俺もこれ作ろう。家っぽい。え、いいやん、作ろう作ろう。これいいな。これ作りたいわ。電柱。これいいな。この。駅やな、これ。うん、あ、確かに。電車、ああ。駅舎やわ、多分。電車走ってそう。こういう駅あったやろ、なんか。ありそう。どっか。海目の前みたいな。日本に3個ぐらい。これいいね。崖を一つ下げることによって、なんか奥行きが出てると。洞窟。あ、洞窟。そうそうそう。前レシピ手に入れたよ。え、ガチいいな。めっちゃ作るのはきつそうやったけど。なんかいっぱいいるやろ、多分。うん。あ、ゴジラ。ゴジラよ。いや、ピッチャーかい。もや。ゴジラピッチャー。バッターはいないと。ガラ空きだぜ、この野郎。三振確定やな。ゴジラに吹っ飛ばされる未来しか見えへん。
や多分ゴジラあの弾構えて踏み込んだ瞬間地面割れて終わりよ、球場破壊よ。これマイデザ？マイデザやな、どう見ても、すごい。誰かいる、分からへん、分からへん、山本由伸かな、誰多分、え、分からへん、誰やろう、野球の人、ちょっと、予想は山本由伸っていう最近ドジャーズに行ったすごいピッチャー、分からへんな、おい、踏むなよちょっと分からへんからちょっと誰か教えてください、誰か教えて、お、お料理、バーベキュー、それナポリタンか、ナポリタン、ちょ、腹減ってきたな多いもんな、なんかいっぱいある、うん、うまそう、作るかまた、あ、そうだ、最近俺が買ったシャボン機の色違いよ、止まっちゃったまあいいや、ああ、まあ、ここいいな、クリスマス、うわー、クリスマスって楽しいよな、わかる、ここいいね、ここいいな、あれか、これ星座やんな、うん、なんかレシピで大きい星座、え、でか、爆弾やん、おー、でか、なんかリンクこういうの持っている、爆弾投げてたな光ったり、光らんかったりする、あ、いいよ、で、ここが、お、お、これは本棚、壁か、いや、本やな、ただの、多分書斎的な、ちょっと自信ない、書斎やな、で、これ柱か、左は、なるほどな、うわー、作るかいいな、これこれいいよな、なんかその雰囲気がいい、カカオの木とか、カカオの木はな、3個ぐらいあんねんけど、あ、どかい、キャンプテント欲しいんよな、今めっちゃどうにかして手に入らへんかな、なんかイギリスっぽいな、なんとなく、なんとなく、お、なんかめっちゃそれの城はあんねんけどな、なんか学者っぽいな、ほんまに、ほんまになんか裏の感じ、もうハリーポッターやんめちゃめちゃ絵になっとるぞ、ハリーポッターや、ハリーポッター、あのスリザリンの生徒にいじめられてるタイプのハリーポッターわかんねえ、おー、あかんな、ちょっと履修しとけ、ハリーポッターは今アマゾンプライムで見れるから、プライムで見れんのか、じゃあ履修してくるか、マジおもろいから、ちょっとここさ、めっちゃは、なんだっけ、遊園地みたいいいな、ちょっとここリアルに活かしてほしい、頼む、夢じゃなくてリアルに活かして、ほんまに確かに欲しいな、頼むわ、かっさらっていきたい、ガチで欲しい、ガチで全然ためらいなくかっさらうからちょっと動けねえ、この島動けんから嫌い、あ、ここ、あ、いけた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 、いや迷路すぎる、これはこれもうあれやな、多分マイルで変えたな、これマイルで変えるのか、変えて多分リメイクやな、うん、うん、下マイデザと揃えてる感じかな、マイデザやな、これ、うん、これはかぼちゃの場所か、いいやん、お、消えた、あ、電気消えるんや、すごい、下、うん、ここいける、お、なるほど、そこはちゃんと通れるようになってたやな、で、幸せの鐘が鳴ると、幸せの鐘を鳴らしに行くと、頼むからいい住人来てくださいと、いい住人来てくれ、豚はいらん、マジで豚いらん、もう全然生姜焼きにでも何でもするからさめっちゃかわいそうやん、いやでも生姜焼きうまいから仕方ない、確かになのか、これ何、これはなんかな、島根トリコみたいな、なんかそういうやつ、名前忘れた、ビオトープ的なあれかと思った、あ、そう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 、ウサギおるやん、アリスインワンダーランドってことか、なるほどな、ちょっとわかんないっすね、不思議の国のアリスですよだからピンクってこと、うん、かなと思った、あ、イメージ、色とかそんな感じやから、うん、あそこ寝っ転がり、痛い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 、顔痛い顔痛い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 な、多分もう鼻血出てるよ、あの回転してたら多分真っ赤っかなってる、うん、今真っ赤っかよ多分、あ、あ、あ28万、顔かなと思ったけど足りひんかった、いやガチこれ欲しい、ガチでこれはマジでこれのために徹夜せようかなと思ったけどさすがに諦めたよなここ見てないよな、見てないな、見てへん見てへん、パンケーキある、いやうまそうやねんな、つもりの飯って美味しそうやな、これはジェノベーゼのパスタとあれがナポリタンじゃない、ペペロンチーノ、ピザ窯いいよなピザ窯作りたい、していいよな、ガチで欲しい、うわ、このエスプレッソマシーンかわいい、色変わってるね、いいなこれ、いいね、おしゃれ、ここがディナーですか、おしゃれよな、1回5万円ですありそう、お皿だけじゃない、色違うの、他一緒やない、
一緒やな。だけで、うん、お風呂か。お風呂も色違いできるのよ。マジ知らんかったわ。これ泊まる？泊まる。泊まる。水泊まらなかった。わ、ええー、な。ゆず風呂やっぱ欲しいな。これとあれか。これとこれは色違いか。幼稚やな。いいよ。でそれがスターシリーズの家具かな確か。うん、どこか。いいな。なんか換気扇みたいなやつ。右の換気扇。換気扇。どれ？あの黒いやつ。そう黒3つのやつ。そう。これスピーカーや。スピーカーかい。なんかあるな。これで確定したんちゃう？これはファイターズって書いてるな。こんなん分からへん。あ、やめろ。誰お前。お前日本ハムから案件がこうへんくなるかもしれへんやろ。もともとこうへんな、それは。はい、というわけで今回こんなもんですかね。はい、じゃあ次回もお楽しみにということで、今回はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。カサスミってあるやろ。あったな。あっち